さあ遊び大全やっていきましょう。今回はジョイコン持ってるんで体感ゲームいけますよ。ダーツ選んでおきましょう。301取ったら勝ちだっけこれで。必殺の五目並べと花札でいきましょう。体感ゲームを一つ選び、残り二つは一緒に遊びたい人がいるかもからチョイスしていきます。ほう、この私と五目並べで戦うつもりか。もう昔は苦手意識すごかったけどね、たった一回の勝利体験から僕はもう随分と調子に乗るようになりましたからね。さあ、いざ尋常に勝負。俺やばっ。おい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 、積みかけた積みかけた、危ねえし危ねえし。お相手はどこをどう狙ってるんだこれ。わからない。これね、まだ無理でしょう。お相手は先行ゆえそこに置くことはできない。ここな、わからなくなってきたぞ。これ僕追い詰められてるんですかね。怖えよ。なんか突然死にそうで怖えよ。でも昔に比べると随分と、盤上に、碁石の数は増えましたね。これどうしよう。黒が意外と固まっててな。これ結構しんどいんだよな。と思い、重いぜ。頑張れ。今の位置でもここを置かないと死ぬし、禁じ手がいっぱいだな。あ、しまった、そこか、やっちまった。ちょ、やべえ、このカーソルの動きも見られてんだぞ。くそ、猛攻撃がバレてる。また負けた。もうプレッシャーに負けましたわ。やるじゃねえか。いやー、でも楽しいと感じられるぐらいにはなってる。くそー、終わる終わる、息抜きは終了よ。さあ続いてのゲームは何になるのかな。ルドついに来てしまったか。
さて、残り50秒待って他の人が来るのかどうかっていう点と、試合が始まった後切断せずにゲームが終えれるのかどうかが見ものですね。まあ、コンピューターが入ってきた場合は実質ガンダムとの対マンになります。まあ意外と4人でやると重くなることもあるゲームなので、対マンで済むなら対マンでもいいかもな。なぜ俺はルドを選んでしまったのか。俺病み上がりなんだぞまだ。そう、よくなんか回復おめでとうございますって言われるけど、僕全然回復してないのよ。体温測ろう。なんかね、僕は平熱は確か 36.56 ぐらいだったと思うんだけどね、37はあるから普通に微熱なんだよね。というわけで、おっと、飛び入り参加とはこのタイミングで入るとエラー怖くない？うわ、4人揃った、マジかよ。はい。さて、37.0。言った通りの温度だぜ。さあ、切断するんじゃねえぞ。おれ。にしてもこのゲームもね、昔ほどのクソゲーじゃなくなってるからね。もう昔はもっとすごかったから。おれ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 、1出してみろ。まあ、このゲームのセオリーはやっぱ、いち早く取られないであろうゴール地点に駒をぶち込むこと。なので、他の人の前に出ないようにしていきたいんだけど、おほもう早速じゃねえかよ。でもどうしようもね、僕に選択の余地は一切なかった。駒を出そうにも、自分の駒が邪魔で出せなかったからね。そう、こんな風に敵の前に出しても踏み潰される可能性があるから、丁寧に来てよな。そう、相手の一歩後ろぐらいが一番いいよね。あのさ、お前も死ぬんだよ俺ら何やってんだよ。ルドーしてんねん。やっべ、緑一人勝ちじゃんこれ。ガンダムも自分の駒を出すしかない。緑やべえな、これ。緑は踏み潰されない程度に進みつつ、おっと？あれはいつでも自分の駒を出すための準備を整えようとしていますね。踏み潰そうとしている。踏むなよ。もうこれ以上の嫌がらせはたくさんだ。ほい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 。ただこれ緑は止めたいところだよね。おー、潰し、あれー、これ押しミスでは。まさか、繋がっているのか。だがこちらは潰させてもらうよ。あーあーもうマジでクソゲーじゃねえかよこれ。もう何なんだよこれ。踏め踏め踏め、さっき踏んどくべきだったね。残念だが駒が邪魔で進めない。これやべえよ俺。こっから1位取れたら大したもんですよ。ここ性格出るよね。青と赤がもうとにかく弱い。そんな感じだよね。さあ、緑を守れるか。黄色の人は割とあれだな、潰すことをそこまで考えて動かしてるわけではなさそうだね。となると緑のこの爆走を止められるのは僕しかいないかもしれない。お、踏め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 、オッケー、よしよしよしって思ったけど、これだと黄色がマジやばいわ。黄色暴れすぎだろ。
111。なんか一転して黄色が最強になってしまったね。緑が一気にしらけてやがるぜ。さあ、これはもうゴールまで一気に突っ走ってくるか。お？緑がここでリセット状態。青もリセットだがな。ざまあないね。これ黄色の一人勝ちじゃん、完全に。よし、僕も一人勝ちするぞ。さあ、どれを動かすか。緑と青は選択の余地もクソもないからな。まあ僕も似たようなもんですが。黄色は豊かに進んでるよな。だけどそうやって欲張って複数の駒を動かそうとすると痛い目見るぜ。ルドーなんだからな。ほれ見たことか。二頭追うものはなんとやら、踏み潰してあげる。一気にゴールを狙うか、それとも、ゴールを狙う。ほぼ安全だね、緑が2を引かない限り。と思ったら、2を恐れているのか。2を恐れている。まあ、後ろからそんなにね、追いかけられてもないしね。慎重だな、黄色し。いいね。うわ！これは、プレイングが出ましたね。さて、僕もなんとかゴールしたいところだが。プレイ！黄色は止めておかないといけないよね。ほれほれほれ。お！逃げることを優先。1出したら潰せる。オッケー。止めさせてもらうよ。また試合がわからなくなってきた。これでとりあえず黄色が一つゴール。新しい駒を出すことができる。あれ？後ろからついてくる？死ぬ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 ！やめて！ついてくんな！逃げるぞ！俺あともうちょっとなんだよ。頼むから見逃してくれよ。4出すなよ。よし。見逃してくれ。次5以上出せば。ヒーン !6。1。ちょっと待ってくれ、ほんと。5やめろ、5やめろ、5やめろ。やめろっつったじゃん！そっちそっちそっち。あー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 どうしてどうしてどうしてまた俺ゼロからやり直しじゃねえかよ。ここまで何やってたんだよ、この時間。え、10分近く何やってたの、マジで。踏め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 。よし、まんまと踏め。もう一回俺はコツコツ行く。お、いいぞ、踏め踏め踏め。お前ら潰し合い、潰し合い。いいね、いいルドーになってきたよ。これぞルドー。しかしまあ、泥試合もいいところですな。黄色以外誰もゴールしてね。さあ、緑は、この黄色の包囲網を抜けられるのか。2。
さりげなく青もいい感じだよな。許せねえな。何あいついい感じにゴール狙ってんの。6、2、うお、これはゴール狙っていく。一気に来るぞこれ。黄色引き強えな。1、青もゴールが近いからなんとか逃げたそうな動きをしていますね。さあ黄色が緑の前に立ってしまった。これは死ぬかもね。すごい距離逃げる青。俺も追うぜ。3では誰も止められない。絶妙。ゴール、ゴール優先だよ。ゴール優先だよな。もうゴール優先しろ、ゴール優先しろ。あっべ。早く走って逃げるぞ。その気になれば俺も死ぬところだったよ。くぅ、微妙に逃げきれねえ。うわ許して、許して、許して、あーもうやだ。俺何にもしてねえじゃん、マジで。何なんだよ、これ、マジで。俺もうやだよ、俺。これ生放送とかだったら一体感のある空気で何とかなるかもしんないけど、俺、一人ぼっちでこれ、この仕様、ゲームと向き合うのマジしんどいよ、これ。歴代でも屈指のヤバさだよ、これ。サイコロ出して6出さないと、パスってわけでもないのに。未だに全く進めてねえんだもん。やべえって。よん。お、青潰せ。あ、よし、潰せ。オッケー。じゃあ、俺もお前を潰してやる。なーにー？今のところ黄色が一人勝ちなんだよね。どうしようもねえ。どこへ行こうというのかね。はっはっはっは。ま、このゲームそんなに甘かないから。ただじゃ勝たせねえ。すぐさま新しい駒出してくる人が多いね。いいね。僕も出しておこう。僕らしくないプレイではあるけどね。僕はとりあえず一つの駒をゴールさせることを優先するタイプ。なんだけどもね、それじゃあもう覆らねえからね、これ。黄色さんもその一個の駒を優先するようになってきたか。どう？にしてもルドーとは、こんなにも近いのに、こんなにも遠い、ゴールがね。青が3出してくれたら黄色は死ぬが。偉いな！お前強いな！にしてもルドー1ゲームだけでもう動画1個丸々超過するぞこれ。うお、駒を全て出した。盛り上がる展開じゃねえの。1出すなよ。あぶね。青がね、全部駒出して調子乗ってるから、セーフティーとして僕はあそこに残しておかないといけないからね。
セーフティーが。黄色4出すなよ。4出すなよ。よし。6。踏み潰しに行く。最初いい感じだったのに緑結構悲惨だよな。これは行く。ここで1出したら踏まれるかもしんねえけど、さすがにね。あー、緑は潰す必要はない。自分の命大切にしろ。よし、行くぜ。1。緑がゴールへ入った。これ結局割といい勝負になってきたな。なんでいい勝負になるんだ。激戦ですね。ですがやっぱ2つゴールしてる黄色が一番有利ではある。お！青が1体。5体以上。ざまないね。復活！マジか。これ、因果応報ですよ。ああ、ああ、かわいそう。ご同情させていただきます。お、一気にゴール目指しに行った。しかしそこまで伸びない。ガンダムやばすぎ。嫌なところに来たな。緑が置くのめっちゃ速くなってんのよ。へぇみたいな。あいつ全部皆殺しにするじゃん。お、行かないか。追われるもんな。うわぁ、くぅぅぅぅぅぅ、俺も他人事じゃなかったのね。二つ出す。これはどうするかな。前出ます。せっかく目が強いんだ。これ今誰が一番強い？おっしゃ！つうか、あんたらさ、俺の動画の尺のことをもうちょっと考えてくれてもいいんだぞ。どう見てもオーバーするだろ、これもう。つうかオーバーしてるだろ。うわ。えぐいえぐい。武道にしてもここまで激戦になるのも珍しいよね。ういっと。未だ誰が勝つのかはわからん。ただ、黄色の人は結構、焦りが見えるね。駒の動きに。あ！そっちそっちそっち。俺を踏む。おしよし、俺を踏むことなんで考えるな。その上で緑に踏まれたら最悪だろ？
穏やかなプレイングをするべきだよ。これで改めて5を出されたりしてな。よし来た、おえー、逃げる。黄色かわいそうに。6。あまりにもフィールドが混沌としている。地獄だよここは。青のどっちかは踏みつぶしておきたいけどね。6。あーこれむずくね。いやこっち行くわ。止めれたら美味しいし。ういういうい。僕自身もゴールは目指していかないといけないからね。あ、お、よかった。つうかあの人全然潰さなくなってるな。何か恐れを抱いているな。まあここまで来たら自分のゴール優先ではあるわな。一生試合終わんねえもんな。こんな感じで。俺もここは進めることを選ぶわ。青の後ろにぴったりつくのもいいけどね。白雪、緑が死んだ。ついに一人の脱落者が生まれた。このあまりの20〜30分もの長期戦に耐えられなかったか。いやー、哀れ哀れ。そんなんじゃルードをやっていけないよ。さて、さあ爆速コンピューターになってテンポは上がる。6、ここで 6! でもなんかさ、他の人もさ、なんかあれだよね、若干ゲーム終わらせようとしてる感はちょっとだけ感じるんだよね。潰せるところで潰さなくなったりとかさ、なんか戦術的にその重要性がいまいち感じられないこともあるから、もうみんな疲れてんだよ。すごいよな、ワンプレイの中で疲れが見えるゲームってそうそうないぜ。ワクワクが止まんねえよ。はいはい、ドンみたいな。奥の早えな。ういやってくれるじゃねえか。とりあえずゴール優先しますか。万が一があるし。いいね。よし、これで2ついった。意外とまくれるかもしれませんよ。いいね、その6。潰し合い、潰し合い。ルドーとは、そう、恨み、恨まれのゲームだからね。ただ僕もちょっと、ずっと喋りっぱなし31分ってポケモンの対戦動画よりもよほど過酷なんだよね。あれでも1試合は10分ぐらいで休憩あるもん。ノンストップトークで、おい、俺を殺す気か？テンポ良すぎだろあれ。トン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 。おお、行った、安全ライン。
逃げる気か。逃がさんぞ。逃がしそう。もう緑には肉が入ってねえからな。追いつきたい。追いつきたい。追いつきたい。さっきから青と同じ目ばっか出てるから全然追いつけねえ。お、お、後ろから出さないのか。もう自分優先って感じだね。さあそんなシケタメジャー徐々に追いついてくぜ。お、でも詰まるかもこれ。詰まらない、いいな。いや、安全圏だから置きに行ったか。おっと、黄色戻ってくんなよ。お前邪魔だよ、すげえ。ガンダムすげえ攻めっ気出すな。俺だったらとりあえずゴールさせるけどね。次4出したら止めれるぜ。その前に4を出されたぜ。わーい。もう、きついわ。このゲーム何やねん、ほんま。あの青だけは何としても阻止しなければならない。逃げるな、逃げるな、おえ、行かすな。ここで5はいいね。あいつ一人勝ちする気だぞ。まずいぞ。緑だらしねえ、マジ。追うぜ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 。つうか緑はもう止められないじゃないかこれ。黄色のセーフティーはいるだろうね。助かる。ゲームをよく理解していらっしゃる。青を止めなきゃ俺たちは死んでしまうんだ。みんな一丸となって青を潰すんだ。いい位置ですね。追うぜ。よし、えら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 し。潰せ。オッケー、やり直せ、やり直せ。で、そこを埋めない限り君は出せないぜ。僕はもう一個の駒を先に出しておく。さあ、僕が1位になる道も見えてきた。さあ、これでまた再出動できるようになったか。1出すなよ。1出すなよ。2位、それなら許す。6か。行くわ。攻めます。攻めなきゃ勝てない時だってある。この次、青が3出さなきゃいいだけだから。ひどいことができるんです。なぜ、やべえ、気がついたら緑もやべえ。黄色どうする、攻めるか。コンピューター相手だからね。
4出すなよマジで。俺から全てを奪う気か。うわー、突っ走っていく。俺なんて眼中にないと言わんばかりだ。だったら俺が止めてやるよ。俺が止めてやるよ。1か4でお前を止めてやるよ。うわー、ちょっと待って、俺だけじゃん3つ言ってないの。やばいやばいやばい、お前ら、お前ら、お前らを全員止めなきゃいけないのきついんだけど、マジで止められるのか。いや無理っしょ。止めなきゃいけないのに。やばい、すごい勢いで黄色が突っ込んでくる。行くな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 。ついでに後ろの黄色止めとけ。お前、お前の仕事だそれ。うっ、やべえ、俺の仕事になった。やはり黄色なのか。これ一個出るもんな。行くしかねえか。できればここで5が理想だが。お！おっしゃ！地獄かよ、このゲームマジで。ちょっと待ってくださいよ、録画時間が40分超えてんだって。もう。さ一人一人消えてく。結局最初言ってたガンダムとの対マンになっちまった。みんな死ぬんだ。みんな死んでまうんや。お前も死ぬんか。この、もう、なあ、誰もがびっくり仰天のあまりの長期戦プレイに、もうユーザーが耐えられない。でも僕は、切断してもしゃあないとは言わないよ。ゲーム性的に分かってるだろうが、こうなるってよ。周りを自分のわがままに巻き込んじゃいけないぜ。これがルドーだ。よし、僕もなんとか3ついけそう。ふぅ。さあ、いい試合だね。ただ、戦死者2人いるから。そうなんだよな。いい勝負のようで。2人も死亡者を出してしまった。一気に終わるやん。おお、突然終わったよ、これ。ですが、なんとかギリギリ僕も2位です。というわけで、思いのほか時間かかって疲れたわ。こういうゲームなんだよね。ま、あれだよ。ガンダムも即抜けしやがった。もう一回やろうぜみたいな。なるわけねえだろ。というわけで、じゃあ、息抜きに七並べでもして終わりますか。まあ、ネタバレ防止も兼ねてね。はい。まあ、こっちもこっちで切断あるからな。あら、マッチングが早い。よし、いいね。さっきの死者は誰も七並べには流れていないようだ。いやー、最近の動画では最長なんじゃないこれ。やばいよ。じゃ、息抜きさせてもらうぜ。手札の強度としては、まあまあですかね、これ。いやー、きついわ。皆さん躊躇なく出すな。ボットか？ボットか？すさまじい勢いで手札展開していくね。パス。さあ、クローバーの2があれば出してくんないかな。エースが邪魔なんだ。邪魔なんだけどな。
よし。だいたい私の思うがままになりつつあるね。しかしスペードとかがな。パス。2が邪魔ですね、まだ。パス。手札は減らしていかないとね。パス。さあ、クは怪しいな。僕が止めれてるのは3箇所だけなんで。パス。まあ、残り右側に関しては、パス。僕の関与するところではないので。パス。ハートの3出せ、こら。パス。誰もハートの3を出さない。スペードもやばい。パス。さあ始まったぞ、パスラッシュが。人狼なんか隠してんな。パス。とっとと出して楽になったらどうだい。パス。パスの数が違うのよ。先にパスをしてしまったあんたたちが不利だぜ。パス。そう、誰かが観念して出すのを待っている。パス。だからこの中で私が一番パスが遅かった。つまり圧倒的より。くしんだ。ひでえ手札だな。ひで。パス。パス。これは出さざるを得ないな。ハートの3持ってんだろ。オッケー。これであんたたちの生死は俺が握った。よっしゃー。対戦ありがとうございました。息抜きになったね。でもアカンはちょっとルドーで受けた、ちょっと深手が重すぎるので、ちょっと、もう休みます。傷が深すぎる。ありがとうございました。